B2B ビジネス、つまり企業が企業をクライアントにするようなビジネスモデル、そういったビジネスでもプロダクトローンチは果たして使うことができるのか。最初に結論から言うと答えはイエスです。もしかするとですね、今あなたは今 B2B ビジネスをやっている、あなたの商品サービスは企業をクライアントとしている、そういったビジネスを行っているかもしれません。例えば例を言うと、インターネットのセキュリティのソフトウェアを企業に対して販売している、あるいはですね、企業が顧客のデータベースを自分のビジネスに使っていくための顧客データベース管理サービス CRM、 そういったものを自分の周りの企業の人、あるいは営業で開拓した企業の人にそういったサービスを提供している、もしかしたらあなたは今そういったビジネスモデルをやっているかもしれません。で、他にはこういったケースもあります。今特にですね、その商品サービスというのではなくて、自分の会社に来る人、求人をしたい、その求人をするためにプロダクトローンチを使いたい、そういったケースももしかしたらあるかもしれません。そういったケースであったとしてもプロダクトローンチは使うことができるんですね。で、じゃあどういうふうに使っていくのか。通常プロダクトローンチをやっていく場合は、まず価値提供のコンテンツを提供していって、そしてその価値提供をしていって、まずそのあなたの権威性、信頼関係というのを構築していきます。で、そこで価値提供のコンテンツを提供していきながらフィードバックを得て、でそこのフィードバックをベースにあなたの最終的な商品のオファー、それを決めていって、そして、最終的にオンライン、または場合によってはオフラインでオファーする場合もありますが、そういった形でオファーをしていくと、これは一連の流れがプロダクトローンチなわけですね。で、じゃあ B2B の場合はオンラインで商品を売るというケースはないわけです。ほとんどの場合が、例えばあなたの会社の営業マンがその会社に営業しに行って、でそこでその会社の営業をした時に、ここで商品サービスの提案をして、ここから商品の受注につながっていくというような、そういったケースがほとんどだと思うんですね。で、じゃあそれを B2B でどういった、そういった B2B でどのようにプロダクトローンチを応用していくのか。実際にですね、これはアメリカの例なんですけども、フォーチュン500社の企業に対して、そのビジネスサービスを、ビジネスソリューションを提供している会社が、実際にこのプロダクトローンチというのを取り入れて、でここでプロダクトローンチを使って、クライアントを獲得したという事例があるんですね。まずプロダクトローンチで、このあなたが得られるものというのは、これは影響力です。今の時代はですね、ビデオを使ったりとか、あるいはそのライブストリーミング、 YouTube ライブ、 Facebook ライブといった、そういったライブを発信していくことができます。いろんなやり方があると思うんですけども、例えばあなたの会社の、あなたがもし社長だったら CEO 自らですね、その Facebook ライブだったり YouTube ライブをやって、ここでですね、会社のミッション、会社のビジョン、その会社のバックグラウンド、歴史であったりとか、あるいはその実際のこれまでに一緒にサービスを、これまでにサービスを提供したクライアントさんに出演してもらって、そのあなたの会社のサービスでそのクライアントさんがいかにそこで結果を出して、そこで業績を上げていったか、そういったことをですね、語ってもらうというな、そういったようなコンテンツを作っていって、それを発信していきます。で、それをやっていくことによって、影響力を拡大していくわけですね。で、まず大事なことは、そのあなたの見込みとなるクライアントの人たちに、情報を発信することによって、あなたの会社に注目をしてもらうということ。で、ここで注目を最初にさせておくことによって、ここが後々受注というところにつながっていく。で、ここのプロダクトローンチをやっていく過程で、まず価値提供して、でそこで影響力を高めていきます。でそこで価値提供した最後に、その会社の営業のための問い合わせフォーム、それはもしかしたら電話をかけるという、そういったホームページのページかもしれないし、
あるいはもし興味があればここから資料を請求して、くださいというそういったフォームかもしれません、知れないですし、あるいは実際に面談アポの時間を取って、で会社の営業マンがそこに営業しに行く、そしてそこでプレゼンをするといった流れかもしれません。大事なことはそこで問い合わせを増やすということ。ここで問い合わせを来て、でここで問い合わせたらここから営業マンがそこに行って、商品のオーバーをする、こういった形で B2B であってもプロダクトローンチを応用していくことができます。あともう一個ですね、最初に求人という話がありましたけども、実際にじゃあ求人でそのプロダクトローンチを使っていくということももちろん可能です。あなたの会社のミッション、ビジョン、そしてですね、どういったことをこの会社で実現できるのか、そういったことをですね、ビデオあるいはこれはメールでもいいし、テキストでもいいですし、そういったところでまずその採用に申し込んでくる人たちの見込みとなる人たちに対して価値提供していく、そしてそこで関係性を構築してから、あなたが望む、あなたの会社が望む人材にそこに申し込みをしてもらって、そこから面接に行くという形でプロダクトローンチを応用していくことができるようになります。ですのでもしあなたが B2B のビジネスをやっていたり、あるいは普通の他のプロダクトローンチでよく使われるような個人起業家が個人の悩みを解決するといったような商品じゃないケースだったとしても、プロダクトローンチを使っていくことによってビジネスをより拡大していくことができるようになります。本日も私のビデオをご覧いただきありがとうございます。ぜひ私の YouTube チャンネルに登録をしてください。また Facebook、Instagram でも情報を発信してますので、そちらも登録をしてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。